はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15、エピソード出すかバージョン2.0、続きやっていきます。さて、今、ダンジョン付近の拠点にいるんですが、プロンプトとノクトしかいません。ここの拠点で寝たら、今度はプロンプトとの別行動クエストが始まったので、やっていきたいと思います。で、何をするのかというと、料理担当のイグニスのために、ちょっと今夜の飯は豪華にしたいということで、向こうの原っぱの方に、レアなキノコがあるという情報をプロンプトが掴んだので、それを探しに行って取りに行ってあげると。まあ、そのような内容かな。だから、つまり、キャンプ地点4つあって、まあ、それぞれの拠点で寝たら別行動クエストが始まるっていう感じかな。ここのオシスのキャンプ地点ではまだ何も起こんなかったので、まあ、ここでプロンプト、そして向こうの方でイグニスって感じかな。クエストの名前は、ダスカで作る新レシピ。んじゃ、行ってみよう。素材は、イグニスは確かめられないから、ノクトたちが、ちゃんと素材のいいキノコを探してきてあげないといけない。で、別行動クエストの時だけじゃないと、プロンプトとノクトだけの連携技はできないだろうから、人造兵来ないかな。あ、どっから来た？あ、来た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  道路にいたらね、ほぼ確実にやってくる人造兵、相手にしてみよう。発生するかな？お、来た。てか数が多いな。連携プレー。リンク。もう体力ほとんどないな。やってみよう。クロスショット。体力の多い一匹の敵とかだったら有効的なのかもしれないな。体力でももらおう。お、また来た。違う違う違う。よし。でも、このまんまリンク攻撃だけを続けていくと、相手の体力がゼロ近くなるとバースト攻撃をノクトが繰り出す。多いな。どこかシフトできるところはない。ハリーができなかったけど死んじゃった さあ、連携プレー。基本的に倒れてる敵をリンチにしちゃうのが。はい、パリ。あれ、プロンプトお亡くなりになりかけてる。プロンプト。はい、オッケー。こんな感じな連携プレイ。まあ、連携プレイはやっぱり人数が多い方がバリエーション豊富で威力も高いので、まあ、だけどこういう2人のクロスリンクは別行動クエストだとかでしか多分できないと思うので、そういう意味ではレアかな。あと 700m ぐらい。
じゃあちょっと向こうまでカットで。さあやっと近くまで来た。やっぱこんだけ広いマップを通ってんのなかなか必要なもので。プロプト早い早い早い。笑われた。さあこの辺にキノコがある。目的のキノコはこの辺りに生えているようです。木の近くを調べてみましょう。木の近く。この辺に何かあるよ、ノクト。プロンプトが見つけた。不揃いなキノコ。プロンプトはまだキノコを探したようです。あと2つ。どこにあるかな。ノクト、また見つけた。プロンプト全部見つけんじゃないかこれ。色合いがダメ。もう一個。この辺に何かあるよ、ノクト。これで3つ。悪くない、悪くはないんだけど主役にはなりきれてない。もっと完璧なやつが欲しい。あ、口は動いてんだけど声がない。湖の近くを探してみましょう。ん？湖の近く？なんか嫌な予感がする。あれ来るんじゃないか。でっかいの。あれなんか周りに全然ガルラ。向こうにいるか。大丈夫かこれ。ノクト。めっちゃこっち見てるよあれ。すっごくいいの見つけた。うっそ、でっか。すっごく大きいキノコ見つけた。やばいやばいやばい。あれ？あれ？え、足が抜けない。ちょっと、なんかでっかいのめっちゃこっち来てる。ちょっと。近い近い近い。近い近い。え、こいつと戦えるの？カトブレパスから逃げましょう。あ、これアダマンタイマイじゃないんだ。カトブレパス。カトブレパスから逃げろ。え、これ戦えんのこれ。え、どうなんだろう。せい。あ、あれウィーク。あ、バインドバレットが効いてない。え、これ足がすごく危なそう。え、これ通常戦闘で倒せんのかな。え、登ってきた草原に。あ、カメラがめっちゃ広い。危なそうだな。素直に逃げとくか、後悔する前に。
逃げとこう。湖から登ってきたよ。大丈夫か？なんとか。うお。え、キノコ落とした？湖に。戻って教えてやろうぜ。あ、クリアなんだ。収穫ゼロです。ごめんなさい。戻ろう。あれと戦うか。ん？あ、二人いる。あ、テントに入ってった。おお、狭っ苦しそうだな。ここに4人収まるんだよね。またトランプ散らかってるし。でも残念ながらキノコの収穫はありませんでした。あ、他手持ちのキノコ切れてるからシチューになっちゃった。別行動していた仲間と合流しました。グラディオは周辺を散策していたようです。ユニスは調理器具の手入れをしていたようです。あんかけシチュー。グラディオ110、イグニス50。あ、キノコ1個。あ、ミスリルジョイントだ。高く売れるアイテムだっけ。あ、またシャメだ。行くか。行こう。さあ、ちょっと時間が微妙なところだけど、どうしようかな。気になるからもう一つのキャンプ地点行ってみようかな。ちょっとこのままで終わるのはちょっと足りないので、このキャンプ地点行ってみよう。さあ、ちょっと4人の連携プレイが起こらないかやってみようかな。何なんだこいつは。普通に倒しちゃったな。それなり。このリンク攻撃を出す上でちょっとあれだな、レベルを上げすぎてるからその攻撃を繰り出す間もなく倒しちゃうんだな。みんなもパーティーレベルとてつもなく上がってるしな。できる機会があったらまた発動してみよう。おお、立派な体だな。ガルラならできるんじゃないか。やってみよう。よ、倒れんのなしだよ。そっちこそ落ちろ。よろめかせないとね、まず。お、どうだ、来た。はい、もう体力ない。グラディオ、イグニス、バスコになっちゃったな。その調子だノクト。さあ、倒れたけど。よし、じゃあ今度はバーストじゃなくて連携攻撃で締めよう。
全員揃ってから。はい。任せろ。あははは。